今日は飯田線平岡駅に来てみました。お腹が減ったのでご飯屋さんを探したいと思います。あ、どうも、たくあんボーイと申します。よろしくお願いします。右に行くか左に行くか、これは運命の選択肢です。どっちに店があるのか、左にしました。ずっと歩いていくと急な急な下り坂に、この先川がありました。川まで降りてみたいと思いましたが、行き方がわからないので、でもとりあえず急いでみました。川は逃げないけど、うん、あまり映ってませんでしたね。ごめんなさい。さらに奥に進んでみると、何やら住宅街に入りました。お店は何もない。暑いのにこんなに歩いて損しました。民家ですね。さあ、店はあるのでしょうか。こんな道歩く予定はありませんでした。細い道を歩くことになりました。しかもこの急な上り坂、さっき降りてきた分が今になって帰ってきましたね。険しいこの坂道を登った先にお店があるのでしょうか。一歩一歩階段を踏みしめて、苔が周りにいっぱいついている階段を踏みしめて、この先に何かあるのでしょうか。左、右、なんだかんだまた駅前に戻ってきてしまいました。駅前に何かお店があったのではないかと、もう一度駅の周辺を散策しました。よく見たら、ありました。さあ、お店に入ってメニューを確認。悩みます。うまく注文できるのでしょうか。あ、すいません、いいですか。清流丼を1枚のやつをいただきます。清流丼の1枚漬けを1つ、はい、はい、それでは早速いただいてみたいと思います。はじめにナスからいっちゃいましたね。普通そこは魚なんですけどね。この時はとっても美味しかったんですが、口内炎がいたんだ。このメニューはとっても美味しいんだけど、口内炎に染みた。タレがご飯にいっぱいかかっていて口内炎に染みた。進むのは水ばかりでした。でも味は最高でした。